ケビン・フーバーは、オハイオ州シンシナティ出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のシンシナティベンガルズに所属している。ポジションはパンター。シンシナティで生まれた彼は、地元の高校に進学してパンターとしてプレーした後、シンシナティ大学に進学し、2005年から2008年までプレーした。3年時の2007年には AP 通信から、 オールアメリカンに選ばれた4年時の2008年にも平均44.9ヤード56回のパントのうち21回を敵陣20ヤード以内に蹴り込んでスポーツイラストレーテッドからオールアメリカンに選ばれている2009年の NFL ドラフト5順で新シ,シナティベンガルズに指名された2012年まで全試合に出場し2012年は76回のパントで 自己ベストとなる平均46.6ヤードを蹴り、プロフットボールフォーカスより、その都市リーグで11番目のパンターと評価された。2013年3月8日、ベンガルズとの5年間の契約延長を果たした。2013年第13週のサンディエゴチャージャーズ戦では、シーズンリーグ2位の記録となる75ヤードのパントを含み、4回のパントで222ヤードを獲得。 そのうち2回は敵陣20ヤード以内に蹴り込み、AFC 週間 MVP、スペシャルチーム部門に初選出された。第15週のピッツバーグスティーラーズ戦で、アントニオ・ブラウンのパントリターンをブロックしに行った際に、テレンス・ガービンに激しくヒットされた。彼は自分の足でフィールド外に出たが、口落ちまみれにして、ロッカールームに下がった。この試合の残り時間、ベンガルズのパンと。 マイク・ヌージェントが行い、ヌージェントの FG の際には、キュービー・アンディ・ダルトンがホールダーを務めた。検査の結果、過去に亀裂骨折を起こしたことのある顎の骨を骨折しており、シーズン絶望となる故障者リスト入りした。2014年以降、ベンガルズのレギュラーパンターとして全試合出場を果たし、2018年3月14日には、ベンガルズと3年契約を延長した。 ありがとうございます。